はいどうも、サリーです。いやー、今日はね、千葉の北東の方に向かっています。今日行くのはすげー久しぶり、3回目なんですけど、レトロ自販機の店に行きたいと思います。レトロ自販機ってね、有名ですね。最近流行ってますよね、またね。群馬県もレトロ自販機のメッカと言われていますけれども、聖地みたいなね、言い方をされてますけれども、意外と知られていないのが、千葉県にもこのレトロ自販機の店っていうのが結構あるんですね。はい、以前ね、1個行きましたけど、今日はね、そことはまた別の場所に行きたいと思います。今日行くのはオートパーラーやしろっていうところですね。おお、雨超降ってんな、おい、大丈夫かなやばいですね、カメラとかね、ちょっと見えにくくなってないですかね、大丈夫ですかね。まあ、大食い番組ってやるじゃないですか。大食い番組って意外と視聴率が高いらしいんですよ。普通の人じゃそんなできないよっていうようなこと、そういうのが多分流行ってんのかなとは思うんですけど、今日はね、その、まあ、大食いしてみようかなと思って、初めて大食い企画をやってみようかなと思ってうん、千葉ってね、下の方に行くと古いトンネルとか、まあ、隧道って言われるもんですね、あと廃道とかね、そういったものがね結構あるんですけど、千葉のね、上の方に行くと、市内、千葉市内よりも上の方に行くとね、今度ね、古墳が多いんですよ。なんでだろうね、なんか王族的な人たちが住んでたのかな。まあ、その辺の詳しいところはちょっと調べてみないと分かんないですけど、まあ多いんですよ。だからね、最近よく分かんないんだけど、古墳女子みたいな人たちがいるらしくて、何にでも女子つけんじゃねえよって思うんだけどバイク女子とかキャンプ女子とか、なんかね、よくわかんないよね。なんていうの、カテゴライズすんなよって思うんだよね。キャンプ行きゃ男も女も関係ねえよって。なんだっけ、ほら、山ガール、山ガールなんつったっけ、そんなんだよね、確かね、なんとか女子とかなんとかガールとかってつけられてもみたいなそう思いません、思いません俺だけ、やべえ、こんなこと言ってたらマジで叩かれるかもしんねえまあ乗っかりますよ、俺は。だから俺はメガネかけてるからメガネ男子ですよメガネおじさんとか言わないで、普通のおじさんになっちゃうから、それだと分け隔てなくしたらいいと思うんですよ。そんな関係ないよっつって、あいいですか、いいですか、俺合ってます合ってる合ってない関係ないから、だからもうこれは一個人の意見として聞いてもらえれば全然いいです。だからね、バイク女子とか関係なく、女性ライダーさんも全然一緒に走りに行きますから。何の話？つうか俺女性がねあんま得意じゃないから、一緒には多分走りに行かないと思います。たくさんいたらまた別だけど。そう、女性のね、女性を前にするとね、どんな女性でもね、俺緊張するんですよ。それはもうちっちゃい子とかはまた別なんだけど、だから18以上になるとね、俺全員に緊張するからね
まあ、だから女性からこう何ツーリングのお誘いが来ても俺は多分全て断ります来ねえよって来ねえよとか言うんじゃないよ、うん、って言ってる間にもう着きますねまたどうでもいい話だったな。もうスーパーどうでもいい話。今のところねした話はね、とりあえず自販機、レトロ自販機に対する俺の熱い思いとあとシンカリオンの話とあれ終わった、着いた、あったやべえやべえ、これ編集しにくいな。編集点全部ぶっ潰したわ。はい、こちらですねはい、着きました。こちらがオートパーラー塩屋。あれ俺ヤシオって言ってなかったな名前間違えてるよ、ずっと俺多分 Google で調べた時もオートパーラーヤシオで調べてるな。塩屋さんですね。はい、じゃあちょっと行ってみましょうか。今ねちょっとお客さんがいたんで喋れなかったですけど、さっき天ぷらうどんを食べました。まあ、大食いって言ってるからね、まだ食べないといけないねそこそこお腹いっぱいだけど、次はねバーガー、ハンバーガー行きたいと思います。すごいよねこれ、レトロなイラストできてますね。お、チーズバーガーです。でサイズはねそんな大きくないですよ、これぐらい。マックのハンバーガーの一回り小さいぐらいかな、ぐらいだと思います。こんな感じですね。はい、じゃあこれもいただきます。うん、美味しいですよ。はい、味的にはすごいシンプル。うん、説明すると、あの絵にあったような感じのレタスとかは挟まってないですね。で肉の中に 100% ビーフとかではないと思うんですけど、多分合いびきだと思うんですけど、これ中に玉ねぎ入ってますね。うん、だからそれこそ普通のハンバーグが入ってる。うん、そういう感じです。でもハンバーガー用に作られてるから美味しいです。はい、ごちそうさまでした。二つ食べましたね。うどんと天ぷらうどんと。チーズバーガー食べました。この店これだけですねあのお弁当の自販機はないですね。ここはどうすかな。はい、さっき取れなかったですけど、こっち買った時はこういう感じでタイマーがついてます。すごいレトロですよね。かわいいですねこれで、出来上がりまであと8秒7、6で、ここから出てくるんですよ。ここの衛生状態とか
そういうの気にしちゃうと多分食べられなくなりますね。うん、はいはい、こちら今度は天ぷらそばですさっきうどん食べた。うん、まあ、今回はうどん1杯、そば1杯、チーズバーガー1個、ハンバーガー1個、カロリーはわからないけれども、もう今日は何も食べなくてもいいです。うん、これがね大食いかどうか知らないけど、俺の中で大食いだからこれはもう大食いです。いやもうね今気持ち悪い、今だってバイク乗りたくないもん、もう寝たいもんだって。よし帰りましょう。うん、味はねまあまあ、うん、普通に美味しいです。やっぱね自販機で売っているっていうアドバンテージがあるから美味しいですいや普通に美味しいですよ。全部でいくらしたかっていうと、まあお腹パンパンになって、本当にパンパンになって、ハンバーガー2つ、うどんそば1杯ずつで1100円ですね。で飲み物160円なんで1260円。まあ、これがね高いと思うか安いと思うか、それはねわからない。いや、やっぱねレトロ自販機っていうところがあるんですね。やっぱそれが強いですよね。うん、だからねまあ、うん、高くもなく安くもないんじゃないですか多分。毎日食べるんだとちょっとね面白みがないとは思いますけど、たまに食べるんだったら全然美味しいなと思いますよ。あのお弁当とか、あとねボンカレーのね自販機もあったんですけど、それがね全部稼働してなかったっていうのがちょっと残念だったなと思います。まあ、見てくださっている方々のねお家の近くにあるかどうかわかんないですけど、もし群馬とか埼玉とか千葉とかね、そっちの方に来る機会があったらちょっと寄ってみてはいかがかなと思います。なかなかいいですよ。うん、おすすめです。はい、まあ、今日もご視聴いただきありがとうございました。まあただ俺が飯を食いに行くっていうだけのツーリングですけどまあ楽しんでいただけていたら幸いです。はい、ご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録なんかもしていただけるとありがたいです。それじゃあまた、バイバイ。